嬉しい。
そうだ、シリカの店の様子でも見に行こうかな。割と人気なんだって。リスが自分の店のことのように喜んでたんだよな。それに肉まん食べたいし。やっぱり難しいわよそれ。そんな。シリカとリズ、何を話しているんだ。気持ちはわかるけどね。どうしたんだ二人とも。あ、ちょっとリズさんに相談してたんです、新メニューについて。新メニュー？はい、最近お店のお客さんも少しずつ増えてきたのでメニューを増やそうと思いまして、それでカレーまんを売ってみようと思ったんです。実際にはカレーまんのような肉まんですけど。へえ、いいじゃないか。でもそれにはあまりにも手間がかかりすぎるのよ。手間？材料集めが大変だろうってリズさんが。私だって反対ってわけじゃないのよ。けどそれにかかるコストをちゃんと考えなくちゃ商売としては成立しないのよ。ですけど新しいメニューがないとお客さんに飽きられちゃうかもしれないですし。迷っているならまずは試しにやってみたらどうだ。お試し商品とか言って。それもありかもね。大変だっていうのは私の予想でしかないし、私もできるかなって簡単に考えているところがあるので試してみたいです。それじゃあ素材を取ってきてお店に出すまでを一通りやってみましょうか。じゃあ俺も付き合うよ。素材の穴場とか教えられるかもしれないし。ところで素材って何が必要なんだ。ですね、スパイシーハーブとイエローシード、イバラソウとファイアラットの牙です。肉まんの材料に加えてそれだけ必要なのよね。確かに結構な素材数だな。まあひとまず集めに行ってみよう。へっ、うわ、ドロップしたぞ。私も牙は5つゲットできたわよ。私は1つしかドロップしませんでした。レアではないにしてもドロップするのは 100% ではないからな。これを一人でやるとなるとやっぱり大変なのは間違いないわね。まあ素材を集める流れは大体わかったわ。じゃあ次は町に戻ってカレーマンを試し売りしてみようか。はい、ありがとうございました。カレーマン瞬殺だったわね。見るからにうまそうだったからな。シリカ嬉しそう、なんかいいな。なんだよリス。ほら、初めてお店を持った時に味わう気持ちってその時しか味わえないじゃない。いろんなことが新鮮であれこれチャレンジしてみたくて、そういうのちょっと羨ましいなーなんて。なるほどな。リズもそうした思いをして今に至るんだよな。うん、まあね。リズさん、すっごく売れました。見てたわよ、やったわね。あっという間に売り切れたな。この分だと今日買ってくれた人たちがまた買いに来るかもしれないぜ。そうなんですよね。けど材料集めは思った以上に大変でしたから。だからコストは重要なのよ。けどね、コストを抑える方法を考えるのも重要。コストを抑える方法？一人で集めるのが大変なんでしょ。だったら人に取ってきてもらえばいいのよ。ああ、なるほどな。え、人に取ってきてもらうってどういうことですか？材料を人から買い取ればいいってこと。今日集めた材料って普通のプレイヤーは使い道がないから大体は道具屋とかで売っちゃうはずよ。だからシリカがみんなからほんの少
し高めに買い取ってあげればいいのよ。なるほど。そうすれば取りに行くよりも簡単に材料が集められますね。さすがリズだな。やっぱり商売人だ。まあこれでもコストはまだ高いけど、シリカがせっかく思いついた商品だしね。ありがとうございます、リズさん。よし、カレーマンの販売頑張りますね。いい方法が見つかってよかったな、シリカ。はい、応援してるわよ。頑張ってね。いや、ゆい。あ、パパ、お一人ですか？まあ、適当にうろうろと。そうだ、ゆい。せっかく会ったんだし、一緒に散歩しようか。本当ですか？はーい。それじゃあ行きましょう。あの花壇は、万吉のお気に入りの場所だったんですよ。花が好物だったのか？もう違います。花を見ているのが好きだったんです。他にも高台や噴水も好きでした。今頃ワン吉は何をしていますかね。きっと森を走り回っていると思うよ。走るのが大好きだったからな。きっとそうですね。ワン吉のクエストは未だ続きが発生していない。ユイも早くワン吉に会いたいと思っているはずなのにな。ところでワン吉は人里に迷い込んだと言っていましたよね。ああ、そうみたいだけど。なぜ森を離れて人里にやってきたんでしょうか。確かに餌がなくなったから森から出てきたというのはよくある話だけど、特に餌が不足しているような状況には見えませんでしたよね。となるとなんでだろうな。メッセージだ。アルゴからだな。至急話がある、来てくれ。か、行ってみましょう。だな。呼び出して悪かったな。ユイちゃんも一緒だったのか。こんにちは、アルゴさん。それで、話っていうのは何だ？ああ、実はワン吉のクエストが進行したんだ。え？お、本当か？待て待て、進行はしたけど、喜んでばっかりもいられない内容なんだよ。次の目的が、森でコボルドの討伐ってなっていてな。コボルドの討伐？森がコボルドに荒らされているらしいんだ。そんな、確かに喜ばしい内容じゃないな。そっちの準備が良ければ俺っちはいつでも出られるぞ。わかった。私も行きます。ユイ、それはやめておいた方がいいぞ。内容的に戦闘がメインのはずだからな。でもワン吉が危険な目に遭っているかもしれないのに、街で待っているなんてできません。
しょうがない、連れて行くかどうか決めていいぞ。わかった、一緒に行こう、ユイ。ありがとうございます。じゃあ準備ができたら森に向かおう。ワン吉、どこですか？いないな。目的地はこの辺りで間違いないんだけどな。おい、アルゴ。ああ、俺っちも気づいているよ。コボルドだな。ユイ、じっとしているんだ。はい、気をつけてください。行くぞ、アルゴ。はいよ。今のでラストじゃないみたいだな。また森の中から湧いて出てきた。ちょっと数が多すぎないか？同感。それぞれは大して強くないけど、これだけいると骨が折れるな。ゆい！しまった、今度はゆいちゃんのいる方からもポップしてきたのか。くそ、ゆい！ユイ！ワン吉！私は大丈夫です。ワン吉が助けに来てくれました。そのでかいのがワン吉なのか？確かに首輪がワン吉のものだ。ワン吉、前方にコボルドが出現です。ギリギリまで引きつけてください。コボルドの体勢が崩れたぞ。アルゴ、やるなら今だ。了解だ。はあ、今度こそ片付いたよな。多分な。お二人とも大丈夫ですか？このクエは4人以上推奨って言わないとダメだな。ワン吉のやつ、ずいぶんと大きくなったな。本当に背中に乗れるほどでかくなるとは思わなかったよ。ありがとうございます、ワン吉。ワン吉？何か様子が変だな。なあ、ちょっと様子を見せてくれ。どうですか？ものすごく弱っているみたいだ。え？でもさっきの戦いでは攻撃を受けていません。それなのになんで？おそらく俺たちが来る前からコボルドたちと戦っていた、そう設定されているんだと思う。クエストの筋書きってやつか。ワン吉、もう立っているのも限界なのに、ユイちゃんを助けるために最後の力を振り絞った、そんな感じだな。そんな、ワン吉、しっかりしてください。嫌です。ユイ。ワン吉、ユイちゃんを守るなんてすごいな。お疲れ様、ユイ。大丈夫です、パパ。ワン吉、守ってくれてありがとうございます。おい、あそこを見てみろ。子犬？1、2、3、5匹もいるぞ。もしかしてこの子犬たちってワン吉の子供だろうな。きっとワン吉は子供を守るために戦ってきたんだ。おいで。あなたたちのママは立派なママでしたよ。
小さい頃のワン吉にそっくりですね。アルゴさん、まだクエストは続いているんですか？調べてみるから待ってくれ。ああ、続いているみたいだな。私、絶対にこのクエストをクリアしたいです。そしてこの森とワン吉の子供たちを守りたいです。俺もだよ、ユイ。ワン吉が守ってきたものを守りきろう。俺っちも協力するよ、ユイちゃんとその犬っころたちのためにな。ヤッホー。もちろん嬉しい。ねえねえ、どうかした？どこ？寄っていかない？ちょっと、ああ、どうしたの？ちょっと、なに？ダメだよ。寄っていかない？もうどうしたの？いいよ。何？ああ、thank you.
っていかない？なになに？どうしたの？なに？しょうがないな。寄っていかない？
ダメだよ。待って。フィリア、最近トレジャーハントの方はどうだ？うん、順調だよ。毎日満足のいく成果を出せているかな。さすがだな。フィリアのお宝発見率はオリジンでも一番かもな。それは大げさだよ。
そうでもないんじゃないか。スキルを使ってもなかなか見つけ出せない宝だってフィリアは経験と勘で発見する時もあるだろ。まあたまにね。それってやっぱりすごいと思うんだ。ありがとね、キリト。事実を言ったまでだよ。それじゃあ私もトレジャーハンターとして事実を一つ教えてあげるね。なんだ？実はこの部屋にもお宝があるんだ。この部屋に？宝に相当するアイテムなんてあったっけな。これだよ。フィリア、急に手を握ってどうしたんだ？だからこれが私のお宝。俺ってことか。俺なんて大した値段にならないぞ。ううん、私の未来を大きく変えてくれたんだからお宝に決まっているよ。このお宝だけは手放したくないな。宝なんて言ってもらえて光栄だよ。じゃあこの先も一緒にたくさん未来を作っていこうぜ。うん。